私、ダヴィンチのことやっと少し分かった気がする。カレンちゃん、どうしたの？珍しく難しい顔して。あ、バナナ、助けてよ。何があったの？レオナルド・ダ・ヴィンチのことが全然わかんないんだよ。ダ・ヴィンチ。あ、そっか。例のルネサンスのこと調べてるんだね。うん。自分の演じる人物を知れば、少しは台本の理解につながるかなーって。ところが全然うまくいかなかったと。うん、レオナルド・ダ・ヴィンチって万能の天才って呼ばれてて、やることなすこと全部できちゃうの。しかもみんな天才的な大活躍。確か絵画とか芸術だけじゃなくて、数学とか天文学、物理学とかでも一流なんだよね。そうそう、何やらせても大天才、何でもできちゃうパーフェクト超人だから、全然わかんなくて。ダ・ヴィンチを演じるときどういう気持ちで演じたらいいのかって。なるほど。でもちょっと意外だね。え、何が？むしろカレンちゃんはダ・ヴィンチ寄りの人間だと思ってたから。え、どの辺が？ちょっと説明しづらいけど、強いて言えば天才気質？天才？そんなバナナじゃない、バカな。バナナ何言ってんの？そんな変なこと言ったかな。天才なんてありえない、ないないナッシングだよ。カレンちゃんは天才ってどういう人のことを言うと思う？そうだね、頭が良かったり、たくさんものを知っていたり。私ね、天才って何でもかんでも楽しめる人だと思うの。楽しめる？楽しいことって疲れてても大変でもついついどんどんやっちゃうでしょ。確かに、舞台に関係する授業なら全然平気。あ、そうか、そういうことか。そう、ダ・ヴィンチは芸術だけじゃなく、いろんなことを楽しめる楽しみの達人だったんだと思うよ。そっか、天才って何考えてるか分かんない変人だって思ってた。うん、だからカレンちゃんも天才だなーって。うん、それってどういう？まあまあ細かいことは置いといて。どう？今ならダ・ヴィンチの気持ちわかるんじゃない？うん、なんだか急に親近感が湧いてきた。ありがとうバナナ、今ならダ・ヴィンチといい友達になれる気がする。いえいえ、どういたしまして。早速台本読み返してみるね。バナナイスルネッサンス。ダ・ヴィンチはきっと楽しいことが大好きなんだね。興味があることがたくさんあって、全部に全部全力投球だから、いろんな方面に天才的な活躍ができたんだって。そう考えたら急に身近に感じられるようになったんだ。だって私も楽しいことが大好きだから。あら、カレンが図書館にいるなんて珍しいわね。どうしたの？あ、ジュンジュン、今ね、ルネサンスのこと調べてるんだ。ルネサンスってことは例の台本の？うん、少しでも台本の解読に役立てればなーと思って。へえ、殊勝な心がけじゃない。学ぼうとする姿勢は大事よね。それでどうなの？何か収穫はあった？
それか、どこから手をつけたらいいかわからなくて。確かに、これだけ資料が膨大だと必要な資料を探すだけでも大変よね。ねえ、ジュンジュン、お願い、ルネサンスのこと教えてくれない？でも私も自分の調べ物あるし。お願い、チュンナ先生。先生、うん、仕方ないわね。特別に教えてあげるわ。はーい、ありがとう。知ってると思うけど、一口にルネサンスといっても幅が広くてね。ルネサンスと呼ばれる時期は200年以上あったりするの。200年？そんなにあるの？この話、前に天童さんがしてたわよ。あれれ？そうだっけ？ともかく、ルネサンスは芸術だけにとどまらず、文学、音楽、戯曲などジャンルも多彩。さらに地域もイタリアに始まり、ドイツ、フランス、イギリスとヨーロッパ全土で広まっているの。本当にいっぱいあるんだね。でも情報を得ることも大事だけど、私はそれ以上に大事なものがある気がするの。大事なものって？この前天童さんも言ってたでしょ、脚本はあくまで素材。大切なのは、私たち舞台少女はその素材に対しどう演技のアプローチを取っていくか。これは確信じゃないけど、ルネサンスの本質にたどり着くには、それを抑えられるかどうかが鍵になると思うの。本質か。よし、決めた。やっぱり勉強はまた今度にする。はあ、ちょっと投げ出す気？ううん、そうじゃなくて、今はまだ固めておきたくないっていうか、もう少しふわっとルネサンスに触れておきたいの。本質を捉えるために。カレン、だからあえて見ない。ごめんね、ジュンジュン、せっかく教えてくれようとしたのに。ううん、私の方こそ教えてもらった気がする。あえて見ないか。なるほど、その発想はなかったわ。案外彼みたいな方が本質にたどり着くのかもね。